安倍晋三は日本におけるユダヤ人とイスラエルとの関係を強固なものにした。日本の次期総理はユダヤ人とイスラエルに対するこれらの温かな関係を維持するだろうかデディラン・ンアデルマン ?2014 年2月に東京のいくつかの公立図書館でアンネの日記やホロコーストに関する書籍などおよそ300冊ほどが破られるなどした。 当時、菅義偉官房長官は、日本では珍しい、この反ユダヤ主義事件について、非常に残念なことであり、はずべきことである。と述べている。翌月には、G7 サミットのためにオランダに滞在していた。世界で最も著名なリーダーの一人として、当時の安倍晋三首相は、アンネフランクの家の博物館を訪問した。子供の頃に アンネの日記を読んだ安倍首相は、日本と世界中のユダヤ人との永続的で深い友情を続けていきたいと語っているこのことは2012年以降から日本の総理大臣として史上最も長い在職期間中および2006年から2007年までの人気期,期間を通じて反映されてきた。 健康上の理由から9月17日に職を辞任した安倍首相はユダヤ人とイスラエルの真の友人であるその言動は彼がユダヤ人を理解しユダヤ人を尊重しユダヤ人と日本人との間の絆を非常に重要視していることを一貫して示しているのだ安倍氏は在任中にイスラエルの宿バシェムや 米国ホロコースト記念博物館リトアニアのカウナスにある日本のシンドラー杉原千畝が住んでいた邸宅も訪問している安倍政権は第二次世界大戦中リトアニアにおいて大日本帝国の領事を務め6000人にも及ぶユダヤ人がドイツの占領下にあるポーランドとリトアニアから脱出するのを助けた外交官 杉原の物語を語り継ぐために尽力した。杉原氏の勇気と人道的行動は、私たちがこの世界で、どのように生きていくべきか、についての指針を、私たちに提供してくれます。と、安倍氏は、カウノスにいる間に話された。ヤド・バシェムを視察した後、安倍首相は、たくさんのメディアに向けて、次のように宣言している。ホロコース 二度とない彼のスピーチはユダヤ人が何世代にもわたって耐えてきた苦難とイスラエルで実現された我々の悲願この重要性に対して確固たる理解を示したものだった深い悲しみを乗り越えてイスラエルの国を築いた先祖の皆さんに私は大きな畏敬を感じましたと安倍氏は語る安倍総理当時は 当時のスピーチの中でこのように語っている今日、私はある集団を特定しその集団を差別と憎しみの対象にすることによって人間がどれほど無慈悲になることができるかを学びました昨年3月私はアムステルダムのアンネ・フランクの家を訪れました今日私は確信を持って言うことができますホロコースト 二度とない。日本人は本当に素晴らしい知的な人たちだからなヨーロッパに追従しなかった日本にはいくら感謝してもしきれないな。 ヨーロッパ人はほとんどの場合偽善的だったねみんなが結束したようにユダヤ人を陥れようとしてきたからミスター・ゴーンを見てわかるように彼らは腐敗を許さないし脱税も許さないよ悪事には加担しない日本人は賢明な人たちだからね嘘にまみれた もっともらしい戯言ごとに騙されたりはしないメナヘム・メンデル・シュネウルゾーン中宗教指導者が言ってるだろう日本人は失われたじ種族だからなんだあの人たちは世界で一番教養があって礼儀正しい人たちよね日本人は変な差別はしないわ私も日本が大好きだし 日本人はユダヤ人に対する偏見を持っていない。だだから日本が大好きなんだよね。安倍総理が私たちを助けてくれたことを忘れないそういえば我々ユダヤ人って日本人に何度も助けられてないか歴史をひも解くとユダヤ人と日本人の不思議な共通項が無数にあるしね。 上司が日本人なんだけどこんなこと言ってた。私たち日本人は自分たちはとても賢いと思っているんだ。だけどユダヤ人には勝てない。ってそれはやっぱり君を喜ばせようとして言ったんだろうね。日本人は誇り高く知的な人たちだ。そういう人たちから。 高く評価されてるのはすごく光栄だね日本人と私たちユダヤ人とはよく似ていると思うぞそうか君たちはなんとか自分たちが日本人と似ている血がつながっていると言ってよく見せたいんだなまあ、かくいう俺もユダヤ人なんだがユダヤ人はヨーロッパでは。 自分がユダヤ人であるる。こととを隠そうとするしかし日本人には隠すどころか「私ユダヤ人です私ユダヤ人なの」っていうよねいつもそうありたいけどなんかありがたいというか嬉しいような自然でいられるのはこの地球上に日本という国があって本当に良かったよないかがでしたか今日は 安倍総理への深いリスペクトと感謝の心を示すイスラエル氏の声と普段はなかなかお目にかからないイスラエルの人々の声をお届けいたしました。読んでいて感じることはイスラエルのたくさんの人たちが日本人を尊敬し好意を抱いてくれているということです。日本という国があってよかったという言葉が印象的でした。 皆さんはどのように思いましたかぜひコメントをお寄せください。よろしければグッドボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。